こんにちは。美保厩舎取材班の田村です。よろしくお願いします。今週はですね、日曜日の7レースから推奨馬を出したいと思います。日曜日7レースのね、当選オーラ、この馬も狙ってみたいと思います。今週はですね、日曜日、全般に言えることなんですけどね、未勝利から結構ね、好メンバーが揃ってるんですよね。最近の着順の今が揃ってて、そういう意味ではね、結構混戦になりそうなんです。このレースもね、そういう成績上位馬が揃ってるレースなんですけどね、その中で当選オーラ、この間がね、休み明けで、中京で4着というレースをしたんですけどね、体がプラス18キロ、これはね、デビュー以来過去最高の体重だったんですけど、これはその休み明けっていうのもあったんですけどね、体が一回りね、大きくなった、そういう感じだったんですよね。最後、そうですね、ゴール前ね、わずかに捉えきれず4着、ただ時計差はね、勝った馬となかったですしね、内容はすごく良かったと思います。もともと未勝利は1600メートルでね、勝った馬ですしね、距離短縮っていうのも問題ないと思います。体が牝馬でね、体が一回り大きくなってこう力をつけて休み明け2戦目ということでね、オス馬のね、結構こう強いメンバーいるんですけどね、相手をちょっと今回狙ってみたいと思います。相手はですね、本当にこう粒揃いなんですけどね、ゴールドカルラ、それからエパティック、あとマイネルマルシェ、ユッカマウンテン、ここら辺あたりがね、ライバルになるんじゃないかなと思ってます。そうですね、当選オーラの単勝と今言った、4頭あたりをね、相手にしてちょっと買ってみようかなと思っています。よろしくお願いします。